埼玉県立稲学園中学校、稲学園総合高等学校は、埼玉県北足立郡稲町学園4丁目にある県立中高一貫校。通称、稲学。稲学園総合高等学校は、1984年に創設された全国で初めての総合選択制の普通高校である。2003年に稲学園中学校を開校し、 一部中高一貫校となった。名称に学園が使われているが埼玉県立であり、総合の名も使われているが総合学科ではなく普通科の高校、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定された。学校の規模が大きく標準の高校の約3校分の生徒が在籍している。そのためハウスと呼ばれる6つの校舎と、 強化棟により構成される。この6つのハウスと強化棟はモールと呼ばれる大きな渡り廊下によって繋がれている。モールには購買部のほか昼休み時には弁当、パン、飲料の売店も設けられる。また、校内には文字情報システムと呼ばれる液晶モニターがハウスホール、ハウスセンター、モールなどに設置されており常に校内の最新情報、 生徒への諸連絡、部活動等の最新の成績などが放送されている。年に数回、放送部による番組も放映される。この文字情報システムは2005年から2006年にかけてシステムが大きく更新され、下段には国内外の最新ニュースもスクロール表示できるようになった。なお、1ハウス付近のモニターでは、付属中学校の生徒向けの独自放送がなされている。 また、稲学園では、テレフォンサービスを運営しており、学校の近況をテープの音声で聞くことができる。さらに、15万5000平方メートルのキャンパスに、サッカー場、ラグビー場、野球場、ハンドボール場、弓道場、ソフトボール場、テニスコートなど、各部活ごとに、グラウンドが備えられている。稲町の稲祭りでの花火の打ち上げは、 稲学園のラグビー場から行われる。2006年にはすべての教室にクーラーが設置された。また、教育面でも日本初の総合選択制の導入や7つの学系の導入などユニークなシステムをとっている。学系とは系統的な学習をするためのコース制である。学校には国内外から視察団が訪れている。1984年には 文部大臣の松永光、1993年には文部大臣の森山真由美、上皇明妃と上皇后美智子が視察している。当校における総合選択制とは、時間割を生徒自身で決定し組み立てることができるシステムのことである。稲学園には約190もの講座があり、生徒一人一人が自分に合った時間割を作ることができる。ただし、 ごく稀ではあるが、講座の人数が不足すると不開講になることもあり、必ずしも自分の作った時間割り通りになるというわけでもない。学系とは、系統的な学習をするためのコース制である。人文系、理数系、語学系、芸術系、スポーツ科学系、情報経営系、生活科学系の7つがある。入学選抜試験の出願時に学系を選択する。 基本的に学系は途中変更できないが、一部学系間では、期間、回数の条件付きで変更できる。稲学園中学校からの打ち進む性は原則として、人文系、理数系からの選択となる。稲学園には、以下の、ハウスと呼ばれる6つの校舎があり、生徒は、学系等に関係なくいずれかのハウスに所属する。各ハウス3階は、 各教科棟として利用されている。各ハウスそれぞれに職員室があり、それぞれに教頭がいる。体育祭や文化祭行事はハウスごとに競う。各ハウスにはそれぞれハウスカラーがあり、ハウスカラーの交渉、上履きがある。自転車に貼る観察もハウスごとに色が異なる。また修学旅行の行き先もハウスごとに異なる。通常の高校では、 自分の所属するクラスで授業を受けるが、稲学園は一人一人によって、時間割が違うため、特に選択科目では、自分の HR で授業を受けることができず、講座が開かれる教室へ移動して、授業を受ける。例えば科学の授業を受けるには、理科胸に移動して、授業を受けることになる。約50の部活、同好会がある。高校では、珍しいラクロス部などがあるほか、 サッカー部などの大きなクラブでは部員が100名以上に達し2軍、3軍が設置されている。また過去には野球部が第60、主な成績その他にも水泳部、バスケットボール部、公式テニス部、サッカー部などが全国高等学校総合体育大会に出場。軟式野球部などが関東大会に出場通称、稲穂祭り。 毎年9月初旬の土曜日と日曜日の2日間、開催される。全クラスが参加し、各教室や校舎敷地の一部を利用した様々な催し物、模擬店が出される。クラスごとにオリジナルのシャツを作り、着用することも広く行われている。また、各ハウス校舎は、それぞれのハウスの独自色を出したモニュメントや飾り付けが施され、 一般代行者や校長らの投票によって優劣が競われる。体育館では応援部の演技や教員、学生らによるライブ、吹奏楽部の演奏会などが行われる。閉会式ではその年のハウスモニュメントのベスト3、クラスごとの催し物のベスト3、クラス T シャツのナンバーワンが発表される。閉会式後に中庭で行われる一般非公開のご野菜は、 任意参加ではあるが、市や企業協賛でないものとしては、規模な一般来場者は毎年約1万5000人にも上り、高校の文化祭としては非常に大規模であり、校舎の広さと相まって要所に案内人が配されるほか、迷子放送が流れることもある。また、埼玉新聞やテレビ、埼玉などのマスメディアも取材に来ることが多い。2007年には、 NHK ニュースをはよう、日本の中継コーナーでも特集された。同祭の来場者のために、埼玉新都市交通稲生や同校を発着する路線バスでは、この開催日に合わせて臨時ダイヤが組まれ、正式名称、稲学園中央図書館。同図書館は、蔵書数は約九万七千冊。そのため、建物として独立しているわけではないが、図書室ではなく、 図書館と呼ばれている。蔵書の種類も多種多様で、辞典、六方全書などをはじめ、電撃文庫や、富士見ファンタジア文庫などまである。語学系の生徒のほか、海外からの留学生や、ALT などもいるため、ハリーポッターの英語版など外国語の書籍も充実している。また、図書館内にも文字情報システムのテレビモニターが設置されている。 中学校にも図書室がある。年長順。ありがとうございます。